松田学です。この番組を収録しているのは11月22日。この時点ではですね、岸田政権の支持率、内閣支持率がどんどん下がっていってですね、もう2割台になっているという調査も後で始めたぐらい、今岸田政権大変な状況なんですが、今回はですね、久しぶりにこのチャンネル、いつも出ていただいている小川栄太郎さんにお越しいただきまして、いろいろな立場からの方のご発言をですね、このチャンネルでは皆さんに聞いていただいて、それで判断材料ということで考えておりますので、今回は岸田政権にちょっとお近い立場にいらっしゃる小川さんにですね、実際どういうふうに考えてなっているのか、どんなふうに考えたいのか、いろいろとお話を伺いたいと思います。小川さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お久しぶりに呼んでいただいてありがとうございます。いつもどうもありがとうございます。あれですね、ここまで行き詰まってきたっていう感じがして、なんか一部には総選挙どころじゃなくてですね、もう当確、自民党の中で当確運動だみたいな話も出てますが、このあたりどうしてこうなっちゃったのかとかですね。そうですね。私は、もともと、安倍総理としてと、仕事をしてきました。で、岸田総理についてはね、安倍総理のご生前にはですね、私は批判的でした。で、実際に検討士と言われてたんですよね、皆さん。はい、検討します、ね。何でも検討します。で、はい、検討士と揶揄されるぐらい、何をやりたいんだか分かんない総理だったんですよね。で、安倍さんが何か言うとですね、例えば核のシェアリングが必要じゃないかとかね、あるいはもう、台湾についても踏み込んだ発言をされたり、あるいはコロナの2類5類もね、そうするたんびに答弁でひっくり返すの、岸田さんがね。で、安倍さんなんかにね、電話をしたりして、岸田総理何考えて、せっかく総理が助け舟を出してね、議論前に進めようとしてるのに、あれったら、いや、あれは岸田さんが悪いんじゃなくて、周りが俺と図式作ろうと思ってるだけだと思うけどね、なんておっしゃってました。ああ、そうなんですか。ね、でも、岸田さんとの信頼関係と安倍さんは、実はすごく深かった。ああ、そうなんですね。ものすごい、信頼関係深かった。そうですね。で、私なんかはむしろそうじゃない。私は、コロナの時に、政調会長だった岸田さんに、安倍総理からですね、ちょっとコロナの件で小川がいろいろやってるから、会ってくれっていうことで、総理の指示で岸田さんにお会いしただけで、特に親しかったわけじゃないんです。で、むしろ反発してた。ところが、安倍総理が暗殺された後ですね、国葬の決断を直ちにして、そして、亡くなった直後の8月の、選挙に勝ちまして、改造人事をしましたね。で、この時に、いわゆる、まず、萩生田さんを政調会長して、で、高市さんに経済安全保障担当して、西村康稔さんを、経産大臣にすると。で、松野さんを、官房長官にすると。で、これみんな、安倍派か、あるいは安倍さんの一番の子飼いでしょ。確かにそうですね。この時に、保守の一部がね、ここからおかしくなったんですよ。保守の動画等で、この人事はね、もう安倍さんの意思を継いでると思えないとか。で、私から見るとこれ、どう見ても、安倍さんの後継の総理大臣候補3人をね、入れて、しかも、高市さん無認証大臣だって言ったって、次の通常国会で一番保守派の目玉の一つの、いわゆるセキュリティクリアランス、彼女仕上げるつもりですよ。で、これ仕上げろって言ってる総理大臣です。だから、これをやった時に、なんでこれ保守側から叩かれる人事なのっていうのが僕最初にびっくりしたの。で、岸田総理にね、なんか保守の一部叩いてるけど、本当にこの人事は私から見ると、大変、安倍さんの意思を継いでくださってありがたいなと思うって。だから、岸田さんも、なんでこれで保守派から私叩かれるんでしょうかって言ってたよ。ああ、そうですか。うん。でも保守派は当時、なんでさ、叩いてたんでしょうかね、その人事は。知らん。だから、ここからなんでかわからん叩き方になるわけですよ。で、安保三文書ね。安保三文書もやらないに決まってるって始まったでしょ。どうせ骨抜きになるとかね。なってないじゃん。12月にね。じゃあ、今度9月、財務省、ね、増税
これ増税リークがたくさん出てくるんですよ、9月から、なるほど、はいはいはい、岸田総理が一言も言ってないのに増税をリークするのは誰でしょうって言ったらね、財務省ですよ、財務省はなんで岸田さんを弱体化させようとしてそういうリークするわけですよ、増税増税って、でコントロールしようとして、そしてまた叩かれるでしょ、でこれね、私財務省の幹部から9月の段階、1年以上前の、はいはい、参議院選に勝った直後の9月に、はい、もう岸田さんは、国葬と統一教会で叩かれて、はい、もうレームダックだと、うんうんうん、あの菅総理の末期とそっくりの精神状態だって僕財務省の幹部から聞いたから、うんうんうん、全くそんな事実ないで、岸田さんはもうあの、超絶打たれ強い、鈍感力の塊のようなところがありまして、鈍感力ですか、そう鈍感力ですよ、だからね、じゃあこれ財務省が岸田叩きの実は流れを作ったの、あの時ね、だって増税リークというのがだいたい読売日経系で出るわけですよ、こうやって宏池会を読売だから、岸田さんから見ると読売からなんでこんな情報がポロ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 出てくるのかって思いますよ、で、そういう状況を見て、あの普通財務省、要するに財務省のポチ論を今度保守が言い始めるでしょ、まあはいはい、そうですね、はいはい、でもあれはね、要するに5年で GDP2% という国防予算、はいはい、やっぱり財源論をしないで岸田総理が年平均1兆2000億ずつ上げていくわけですから、ただ財務省から見たらね、こんな予算付けを俺たちに調整もしないで総理大臣個人として判断、官邸で判断したというのが気に入る元、まあ当時主計局にいたらそうでしょうね、気になったでしょうね、そうですよ、なんだ岸田はと、財政分かってんのかみたいな議論になるんだよ、だからそれはね、時系列で私の言ったのを追っていただくと、必ず去年のそのもう増税論がポチ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 出たり、なんか政権が弱体化してるっていう議論が出てくるのは、どういう誰がリークしてるのか、でそれに普通だったら財務省に対してかなり批判的なはずの保守論壇が、言ってみれば財務省リークに一緒に乗って、財務省のポチだポチだだって、それはポチだって言わしてるんだから財務省が、みたいな話、このあたりがやっぱり安倍さんの第二次政権と違って、むしろ岸田政権、私第一次安倍政権に似てると思う、やるべきことをうわーってやるんだけど、情報発信が弱い、そして守り防御できない、だから第一次安倍政権っていうのは第一次比べたら7分の1の時間しかないのに、はいはいはい、もう決定的なことを、例えば防衛庁の昇格であるとかですね、憲法改正、国民投票法、あれがなかったら憲法改正議論ができないんだから、そうでしたね、はいはいはい、教育基本法も変えました、はい、で短期間にわーって、あと公務員改革行ったんですよ、やりました、はいはい、でもこれで安倍さんは霞が関と朝日 NHK を敵に回しちゃった、で今の岸田さんを見ると、その検討士だった時にね、つまり何もやんなかった時に支持率 60% ですよ、はい、で検討士で何もやってない時に 60% で、はい、さて安倍派の後継者を徴用して、ね、もう安保三文書やって国防予算は倍増してってやり始めた途端に、うわーって叩かれて支持率がおーっと落ち続けるわけでしょ、つまり結局第一次安倍政権と同じような意味で、ええ、本当にこの国の、うんうん、安全保障やこの国の立て直しを本気でやると、ええ、その内閣が潰されるという、今そのプロセスに岸田さんがいるのが基本だというふうに私は見ます。その意味では、まあ、安倍さんの時もそうだったわけですね。第一次の時はそうだった、ええ、だから第二次のここはね、いろんなところで私も、お話をするんですけど、はい、第一次っていうのはものすごく仕事はしたから、はい、あれがなければ日本はもう今頃どうなったか分かんない、うん、でも第二次政権に安倍さんがおなりになった時は、はい、今度はこう考えたんです、安倍総理は、はい、つまりですが、自分が1年で辞めてしまった、病気とはいえ、その結果何が起こったか、はい、だから安倍1年、福田康夫1年、はい、麻生太郎10ヶ月、そうでしたね、そして政権交代という、で悪夢の民主党政権、はい、鳩山由紀夫、菅直人、そして野田、はい、この要するに
自分が1年で辞任した結果、政権交代、かつ1年に1回の短命政権、そして中国はおろか、韓国からも侮られて、そうしたね、領土に、竹島にどんどん大統領が上陸する。で、安倍さんは責任感の強い人だから、これは自分が招いたことだ。もう一度政権に立つとしたら、絶対に長期政権をやらないと、これは責任、自分はもう取れないと。なるほど。いうぐらい、だからもう、ものすごい覚悟。つまり第二次の時は何をやるか、以前に。いかに長期政権で安定した国家像を取り戻すかみたいなのが、なるほど。安倍さんの、だからもう最高の布陣で、絶対裏切らんよっていう15人ぐらいの官邸官僚や政治家や、まあ、その、新聞記者、あるいは私もまあその末席の一人ですけども、絶対裏切らんという人間がね、15人、20人で、うわーって固めて、なるほど、もう慎重に慎重にって、安保法制一つ、大変な法律ではありますよ。だけど、はいはい、2年かけたんです。2年。もう2年かけてぐーってやって、それでも支持率 28% まで落ちたんですよ。そうでしたね。20% まで、台まで落ちた。それ岸田さんみたいにね、うんうん、さあ、何の根回しもしないで、財務省にも何もしないで、保守論団とも何も根回ししないで、はい、国防予算倍にします。うん、俺は、お、なんだこいつっていろんな人から思われ始める。で、安保三文書。うん、ほらあっさりと閣議決定で、うん。そうでしたね、うん。で、反撃能力ってね、うん、戦後の安保政策の大転換を法律にしないで、うん、閣議文書でフラッってやっちゃう。はい、はい、はいはいはい。これなかなかね、皆さん、岸田さんは、遣唐使から、もう暴走族に変わった、ね。そして、暴走族になった後、叩きのめされてるんですよ。なるほど。確かにこれ見てみますと、あれ、こんな重要なことが、さらさらさらって決まってくる感じがしましたね。原発再稼働もそうですよね。そうですよね。原発再稼働もそうですよね。で、気が付いてみたら、叩かれてると。ああ、なるほど。で、ということは、安倍、第二次安倍政権というのは、長期政権にするということは、最優先の。最優先です。それはなぜかって言ったら、国力だからです、うん、やっぱり政権が続くという状況がいかに国力かっていうことを、例えば首脳会談をするじゃないですか、はいはい、日本だけ毎年顔が変わると、はいはいはい、そうですね、これは侮られるっていう、精神的に侮られるだけじゃなくて、うんうん、あの、なんていうの、引き継ぎもできないし、うんうんうん、その信頼関係も全くそれは、うん、そうですね、誰も信用しませんよ、1年ずつ。だって、4年が最低、8年、10年以上の選手もいる中で、あれ去年安倍だったけど、君誰って言ったら、あ、安尾福だ。あれ誰って言ったら、ね、鳩山とか。これって言うことはコロコロ変わるしさ。だから安倍さんはもう長期政権というのが、私は安倍晋三の一つの遺言。で、岸田さんは見事に、生でに、その、まあ、皆さん、保守の皆さんが一番ね、今、あの、まだまだ引きずってこだわっておられるのは LGBT 法案と言われるものだと思いますが、まあ、これはね、あの、細かいことは今、抜きすると、まあ、最終的には岸田総理が、あの、法案の中身、自民党案、あれ、まあ、議員立法だから、あの、法案の詳細を岸田さんは承知していません。でこれはもう、あの、実際問題というと立て付けが本当に議員立法なんですよ。そうですね。で最終的に分かった段階で、はい、あの、まあ、あり手に言えば骨抜きにした、つまり維新案に丸の乗りしたでしょ、はいはい、つまり自民党が通した案は本当に筋悪だったんで、私も実はまあその時岸田総理にも、これはね、活動家が作ってるの条文で、はい、こんなもの通したら、私ももはや総理支持できませんって直接言いました。はい、そうですか、はい。で、あの、これはもう必ずこれだけは修正かけて、通すという決断を総裁としてきちっとご覧になってくださいって中身言って、それで最終的に、まあ、すべての国民を守るという文言を。まあ、はいはいはい、はい。つまり、その性的少数者のための法律というよりも、その多様な性について、つまりいわゆるその多数派である側も守るという文言をはっきりと入れて、なるほど、だから今ほら片山さつきさんが頑張って、その女性を守る議連を立ち上げて、この間も国会
質疑をして、うんうん、女性の安全は必ず守るんだと岸田総理に答弁してもらってますけど、要するに、なんであれが言えるかっていうと、片山さんがそういう、あれして、言ったら、すべての国民を、の安心安全を守ると、法律に書いているので、うんうん、なるほど、性的少数者だけ を理解し優遇するという法律にしなかったから、うんうん、いざっていう時は、もう、あの、国会で止められるいろんな状況をね。うんうん、まあ、一応そうしたんですよ。ただなんかこういう理屈ってほら、後から言えば言うほど、なんか言い訳聞こえるから、うん、あの、私も関わって叩かれた側なんでね、あ、あの、こう、言い訳に聞こえるって言われると、あ、それ後から、うん、でも、中身としては本当にそういう駆け引きをして最終的に落としどころにしたっていう事実はあるんです。なるほど。まあ、もともと議員立法ですからね、確かに、ね、そうしますと総理ができることっていうのは、そういった文言を入れさせられるかどうかという。そう。だから、ね、なんか指示、ものすごい強い指示があったって話は、あれ自体はもうフェイクです。あ、フェイクですね。うん、それも、すごい強い指示というようなものではなくて、うん、要するになんか、ボタンの掛け違い、僕が見てるとね、うんうん、つまりなんか、そういう掛け違いが進んで、あれよあれよという間に、うん、進んじゃったというふうに僕は見えますけれども、うん、では、皆さん、批判してるのは、無理やり通したとか、うん、総理の指示だとか、うん、なんかそこのあたりが批判されてるんですが、それは違う？それは違いますね。うん、要するに、その、この手の話題に興味のある官邸じゃなかったわけですよね。はいはいはい、まあ、元々のきっかけが、あ、官邸の秘書官が、その隣に同性婚の人がいたら気持ち悪いと思うだろうって記者に言ったでしょ、で、官邸はみんなそう言ってるって言ったんだ、あの人。言いましたね。そう。だから、それは、別にそれがいい悪いじゃなくて、うん、そういうような空気感だったわけでしょ。だから、そういう誤解を、例えばですよ、うんうんうん、そういう誤解を招くような、状況を払拭しろぐらいは総理は言ったんじゃないですか。でも、それをどう料理するかって言った時に、なんていうかな、第二次政権の時の安倍さんのような、そのチームがないから、これは欠点でしょ、うんうん、これがいいことだと僕は思わない。だけど、逆に言うと、こう、政治の世界をね、いろんな形で、国会議員自治も経験され、今もまた新しい党と、政治ってほら、なんていうかな、会社とも違って、うん、違いますね、お金儲けというビジネスという共通目標とちょっ、うん、があって、うん、上下関係があって、はい、お金あげる、うん。こういう、まとまるじゃん。とりあえずまとまる。うん、そうですね。政治ってまとまんない。うん、まとまりませんね。でしょ、そういうもの。だから、いや、政権がそんなんじゃ心もとないとおっしゃる通りなんだけども、うん、現実に人間が、それぞれの派閥、うん、それぞれの出自から出た人間が、まず閣僚が20人いますと。うん、で、副大臣がもうその倍いて政務官がいます、うん。で、ここに官邸の官僚がいて、その裏には霞がいますと。うんうんうん、これをどうやって本当に安定統治するかっていうのはね、うん、やっぱりその都度なんていうかな、その都度ゼロから出発するようなところあるんですよね。うん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 、だから、ちょっと岸田さんの政権運営に、私も正直言って苦言を呈しながら、こうやって擁護もしてるんですけれども、人の集まりだから、そう簡単に政治家の集団を安定させるってことはできないところあるなと思います。うんうんうん、やっぱりあれですよね。安倍政権の時も、まあ、小泉政権の時も言われてた、いわゆるチームって言いますかね。うん、官邸チームって言いますね。うん、やっぱり、その辺はかなり、木原政治とかいろいろ言いますけど、どうなんでしょうね。木原さんは木原さんでもちろん頑張ってると思いますけど、また、いろいろ、彼自身がターゲットになって、ね、いかがなものかみたいな話になっちゃうから、そこは難しい。でも、うん、その中で、私がなぜ岸田さんを擁護する側に回ってるかというと、やはり、これははっきりしてる。要するに、安倍さんがせっかく道筋をつけた。うん、つまり戦後レジームからの脱却、うん。全方位的な戦後レジームからの脱却。うん、これを完成させる。うん、岸田文雄は今、安倍さんの死に際して僕は豹変したと思います。うん、本気で、この国の安倍さんが死残した仕事は、もう自分が仕上げてやるという執念はものすごい。うんうんうん、
だからその安保三文書もね、やっぱりもうあれは一種の安倍さんの遺産です、あれに関してはもう安倍さんのチームが作った、安倍さんのチームが作って、はいはい、でもそれを取りまとめたチーム安倍の方たちは私親しいんですけども、岸田総理にものすごい感謝してる。あ、もう自分たちのやったこれを全面的にね、うん、もうそのまま全部認めてくれたと、うん、このリーダーシップはもう本当に岸田さんはよくやってるって、でも彼らはもう、それこそそのまとめてる最中は声を震わしてぐらいね、なんでこれだけやってんの、保守のみんな分かってくれないんだと、それはもうチーム安倍であの方三文書をまとめた方々の思いです。そうなんですね、いや、あの、まあ、意外なねお話もいろいろあったと思いますけれども、まあ、そばにおられてる、よく分かっておられる方のご発言という方で、それでですね、今回あの、まあ、さっきの話も戻るんですが、支持率がガタガタと減税ということに対する不支持って言いますかね、世論調査を見ますとね、普通に減税って支持率上がりそうなのが下がっちゃう、これどういうふうにご覧になる？あのね、まずアクセントの、要するに一貫性がないというイメージを与えてますよね、つまりそのまず増税メガネと、そもそもが要するに防衛予算に対してその国民の負担も将来お願いする可能性があるというのが総理が去年12月言ったわけですよ。で、私から見ても言う必要はないんですよ。将来の負担なんて自分が政権にいるかどうか分かんないんだから。だから、ただ総理は結局、これ僕はもう財務省のご説明に総理騙されちゃダメですよって言ったの。つまり、その将来に対する責任を取るのが政治家の高貴な宿命であると。この手のご説明が絶対あったと私は踏んでる。多分ご想像つくと思うんです。で、それはね、今言うべきことではないんだと。だからもう、その後非常に慎重になられたと思いますけれども、で、主にその財源論としては今の段階では何とか持ちこたえて、はい、そして、いるわけだから、増税ということは岸田さんはしていないし将来する話も全部ガセネタだったわけですよ、サラリーマン増税でも何でも、で、あのご本人もきちっとその都度否定しています。ところがね、増税メガネという変な言葉とともにですな、岸田さんは増税をするというイメージを刷り込まれるでしょ、で、そこに持ってきて、あの経済対策は実は減税じゃなくて好循環なんですね、つまりそのとりあえず税収増を国民に還元をし、そして物価高に対応できるように家計を支えて、場合によっては給付をしましょうと、年内はね、で、来年のボーナス期には減税という形で、そうするとそれを賃上げ構造に循環、賃上げ循環を作るという意味で好循環がキーワードだったのを、減税というところでわーっと、で、減税幅が小さいと、ね、やるなら消費減税じゃねえかみたいな話になっちゃって、そうするとさ、増税って言われてたから、減税をする、これ、姑息な人ってこういうふうに見られる。で、そうじゃない、その論理じゃないんで、好循環という形の構造を言う記者会見だったんですね。で、実際に、キーワードは好循環です。ところが、減税というキーワードを取られた段階で、ある意味では、増税と言ってた総理が減税と言い始めた、こんな守備一貫しない人は信用できないって、こういう話じゃないですか。あの時経済経済経済で好循環好循環好循環って言われたじゃないですか。そう、いくら好循環そう好循環好循環好循環って先にアドバイスしてくれるの本当にそういうもの、だからやっぱり見せ方をどんどん改善しないと、もうその国民にきちっと伝わらないと、いうことはもう本当に今政権が骨身に染みて感じてはいると思います。どうも私が聞いた話ですとね、財務省系からですね、いわゆる税収の国民の還元とかですね、税収増のですね、あれ本当はありえない話で全部使っちゃってますからね、その当年度の中でですね、国債の償還にも使っちゃうしですね、どっかに金庫にお金が溜まってるわけじゃないので、そもそも還元ってこと自体は私概念矛盾だと思ってたんですが、まあ、財務省の連中もそんな全然相談がなかったとかいうふうに言ってますけどね、だから結局はね、その
要するにそうそう財政理論じゃないんですよ、その今言った好循環のそういうことですね、好循環の構造を見せるということだったわけですね。財政のとは違う話をしてるわけですよね。そう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 、だからこそ逆に見せ方自体が 100% マスコミに乗らない限り失敗しますよね。見せ方として要するに財政論じゃないことを見せたんだから、これは一種のなんていうの、小泉的に言う郵政改革みたいなもんで、要するに細かいそのそういう財政論とか細かい制度論は実は今問われていることじゃない、そこはちゃんと専門家でやってくれと、ただ岸田総理が言いたかったのはそういう循環好循環に持っていく、つまりコストカット社会から脱却をすると、つまりデフレからね脱却をするにはやはり賃上げまで持っていくのをどう政府が支えますかというストーリーだったわけでしょ。そうですね、後で言ってることを見たらよく読んでみたらねそういうことをおっしゃってるので、あこういうこと言えばったのだと後で分かったんですけどね、まあなるほど。それからよくこの保守系の人が批判してる、このよく売国政権じゃないかとかですね、もうバイデン別体じゃないかとかエマニュエル大使別体じゃないかなと言われますけども、これはどうな、まあだって、そもそもバイデンって、べったりできるぐらい、なんか、しっかりした人なんですかと。いや、そうだけど、そうです、ね、でしょ、だって、べったりしたら倒れちゃいそう。しょっちゅう転んでんじゃん、あの人。本当に転んでますからね。そうそう、本当に転んでる。だからね、まずね、何でもありな批判に結構、その保守系の動画になってる。つまり、じゃあ、トランプべったりじゃなかったな、安倍さんはと。つまり、べったりって言い方が悪いんですよ、つまりアメリカにべったりになるの、それは中国にべったりになるの、つまりどちらにもべったりになってないけど日本はそうは言っても、どちらに強く依存していく方向になる、どちらと共に共依存関係を作っていくのっていうのはアメリカに決まってるわけですよ。で別にエマニュエル大使なんかまたどうでもそれそれ全権大使だからだけども、そういうところにものすごいその関係が深くあるということはありえないし、実際に今の外交戦略というのはその岸田総理自身が相当その激しく交渉している。いろいろありますよ。つまり、安倍さんの外交だって、例えば、こう、中国との関係で、こう、安倍さん個人がね、はいはい、安倍総理個人が突っ込んでいく、はい、ところが、事務方が、いや、官邸が、別の、こんなところで日本を売っちゃってんのみたいなのが入ってきた。これはね、しょうがない。100% はない。だから、岸田外交は、やっぱり岸田さんが安倍さん見てたんですよ。で、俺が総理になったらやろうと思ってたでしょ。だから、例えば今回の日中首脳会談でもね、個別の懸念事項っていうのは、まあ、安倍さんが大体2、3挙げてたとしたら、7つ8つ全部懸念事項で、岸田さんが全部懸念の表明と深刻な懸念の表明をしてるんですね。で、ただこれはね、例えばこういうのが惜しいんだよね。何かって言ったら、実務方に対する詰めが甘いと思う。はい、例えば何かって言ったらね、はいはい、習近平が答えてないんですよ。あ、はいはい、安倍さん、これ外務省の公式ページ行けば、はい、例えば安倍さんが懸念を表明すると、はいはい、習近平は懸念表明にそのまま答えるとメンツが潰れるので、別のところであっても、一応その懸念に応える自制する旨の文言を入れさせたりするものなんです。それが今回は岸田総理の言いっぱなしなんですよ。つまり、ああ言わせるだけ言ったけど俺は答えないよと。だからこれ一言でもね、習近平側の発言を入れなかったら外交実務としては失敗でしょ。そりゃそうですね。そうそうでしょ、一方的な懸念表明じゃん。これは岸田さんだけが喧嘩売って、習近平は、はいはいはいと。だから、これを、こういう詰めを、本当にやっていきましょうねというようなことが、ある意味で言うと、もちろん政権全体の力でもあるけれど、やっぱりね、私は、その論壇なり保守の大きく我々ね、まあ、松田さんの場合は政党を持ってるからまたちょっと立場違うけど、やっぱりみんなでですね、この国の国力を、つまり、指さす方向が岸田総理は非常に正しいし、結構その暴走してるんだから、
ポロ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 いろいろミスとか取りこぼしがあるものをどうやってみんなで防ぐかというのが私の考え。うん、いろんなところでそういう、こういう論評も今のところ僕が今言ったような論評も出てないと思うんだけど、あの、やれ、親中だと。だって、これだけ中国に喧嘩売ってる親中総理ってありえないだろう。でも今度はもうアメリカべったりだと。いやいや、別に、あの、日米同盟をちょっとでも揺るがしたら我が国も、核の傘どうなる、まあ、この問題はそれこそいつもご出演の矢野先生も、私も親しいっていうか、うちの研究所の所員なんだけど、あの、非常にこのアメリカの核の傘の、その、威信の低下というか、信頼の低下があるでしょ。そしたらもう、アメリカとの関係というのは、ものすごい、あの、強化する、しながら自主防衛路線にしかない。でも、それで言ったら、何がって言ったら、その、セキュリティクリアランスにしても、はい、それからその今防衛装備品の問題あります。はい、そうですね。防衛装備品を、あの、日本自身が、あの、防衛産業をきちっと育てる方向も岸田政権はものすごく今協力をしてるわけでしょ。で、今まで防衛予算全部アメリカの製品買ってたわけじゃないですか。そうですね。それ、国内に装備品移転すると。で、これを今急激にみんなで方向はもうそのつもり満々なんですよ。でも例えばね、潜水艦が、のなんか2社あるわけです、はい、三菱と川崎かな、そう、1年に1隻とかね、今までだったら5年に1隻とか、そんな受注をもらったって、しかも利益率 10% からない、それ利益率も岸田政権になって最大25まで上がったのかな、利益率もすごく上げて、で発注のペースを上げるべきだみたいな提言を私もしています、あ、そうですか、で、はいはいはい、こういうことをみんなで埋めていかないとね、要するにこの国でこの視聴者の皆さんはもちろんその番組を視聴しながら自分のお考えを作る、だけど、まあ、私も論壇人ですよね、他にも論壇の人や研究者がいます、その人たちはね、例えば、まあ、岸田さんがどうとか安倍さんがどうっていうよりも、本当に指さす方向が正しい、概ねね、概ね正しい保守政権だったら、もうみんなでね、知恵を提供する以外ね、なんかこんなやってダメだ、あんなやってダメだじゃなくて、いや、知ってんだったら協力しようよっていう状況だと僕は思ってる。なるほど、そういうふうに考えたらですね、なるほど。でもそれにしてもここまでなんか国民からこうノーって言われてしまいますと、これから一体どうなっていくのかっていうのはですね、まあ、岸田政権がずっと存続するのかどうかも含めてですね、このあたりはどんなふうにご覧になってますか。これはもうね、存続させないといけない、でそれはもうあのマスコミがね、例えば毎日がその、早く辞めてほしい 55% って出しますね、はいはい、じゃ毎日の世論調査で次の総理にふさわしいのは石破茂さんと河野太郎さんが、これ朝日でもそうです、で保守の皆さんがそういうのを見るとね、そんなのはね、毎日朝日が作ってる、いやいやそうじゃないから、河野太郎さんが総裁選に出て、地方票でこの間岸田さんや高市さんを圧倒してるんですよ、やっぱりこれはね、もっとリアルにね、保守の皆さんはファクトを見なきゃいけない、だから河野太郎は自民党で前回地方を取ってます、つまり朝日新聞や毎日新聞が勝手に言ってることじゃないんです、自民党員が投票してる先が河野太郎さんなんですよ、つまり今岸田さんが不人気で辞めると、はい、追い込まれると、そうしたら基本は河野太郎政権に、まあ、小石川連合っていう言い方をすると小泉進次郎さん、はいはいはい、あるいは、小泉さんはまあ様子見をすると思います、でも石破さん、つまり河野さん石破さんというのはね、もう安倍路線をが 100% 打ち切りになりますよ、だって原発反対河野さんね、それからもう中国にどれだけ、はいはい、もう中国との関係っていうのは、はい、あのファミリー企業がっていうだけじゃなくて、そのもう政策的にもですね、非常に中国に近い、で河野さんの歴史認識、お父さんが、まあ、従軍慰安婦、そうでしたね、でこれを否定していない、で皇室も閣僚時代にも、その女系容認発言をなさっていますから、私はやっぱり岸田政権が終われば、その安倍さんがせっかく敷いた保守路線そのものが終わると思ってます。なるほど、なるほど。
で、次にね、保守って言ったって、はい、なかなか、その前に、有事になっちゃうかもしれないっていうぐらい、今、日本の置かれてる環境は厳しい。まあ、有事ありますよね。うん、そういうところじゃないという話もあるかもしれませんしですね。まあ、そうなると、とにかくまとまって結束していかなきゃいけないという局面が来てしまうということですよね。そう。だからね、その、私は今、それに気づいてほしいと。つまり、その、誘導である。ここまで来ると、岸田さんの数字がね、はいはい、つまり、岸田総理がやってることに比べてですよ、うん、あの政権支持率の下がり方が異様です。びっくりしました。 そうですね、想像以上です。想像以上ですよね、つまりここまで来るとですね、うん、その一種 あの土砂崩れ状態、つまり何でもありじゃないですか、つまり増税してないのに増税メガネっていうことがありで、うん、それにしかも増税クソメガネってつけて、うん、今度は減税ウソメガネになって、もうこういうことが政治報道の中にあからさまに組み込まれてしまうとね、要するに、なんかよくある株価は最高になったし、給料も上がってるけど岸田はダメだよねみたいな話にもはやなっちゃっていて、で、そう、じゃあなっちゃったものどうするのかっていうことについて言うとね、私はもうその岸田総理の政治信条、はい、つまり安倍さんの成し遂げようとしたことを自分が全部代わりに成し遂げてみせるんだということに対してね、それを明確に見せる以外ないと思ってます。つまり自分のカラーをしっかり打ち出すと。最近2つの動きがあります。はいはい。一つは、高騰の問題ですね。高騰ですね。はいはいはい。で、これはもう、麻生さんを座長にしたものを総裁直属にして、うん、その高騰に関する、はい、その会議ですね。うん、はい、はいはいはい。で、これはもう、私の周辺で、この、男系男子継承を、うん、維持するために、うん、安倍時代から、安倍総理と動いてきた方が、たちが、今、岸田総理と、あるいは岸田政権と、きちっと、引き継ぎをしております。うん、で、この間、岸田総理とお会いした時も、支持を加速するんだと、いうことをおっしゃっていて、実際に加速が始まりました。うん、今回の、この会議というのは、うん、もう、安倍時代にも菅時代にも水面でやってたものを、はいはい、もう総裁の指示で進めろとなりました。うん、で、これが、動きとしてはこれがはっきり見えてきたことですね。うん、で、もう一つは憲法改正。はいはい、で、これは、国会でも、はい、もう条文作りを、進めて、進める時期が来たという、うん、答弁を岸田さんはしてます。うん、で、条文作りになると作業部会が必要になりますね。はいはい、で、これ、立憲民主党が絶対反対って言ってると。うん、でも、この総理が条文にの作成に踏み込んだと、うん、いうことが、私は、今国会で、まだ、一つ、二つ、三つと総理の発言が、答弁が重なると見ています。うん、そうするとですね、やはり、安全保障についてですね、で、あと、保守の皆さんに等しいのは、岸田政権がこんなところで中途半端に倒れたら、経済安保、セキュリティクリアランス、つまり高市さんの仕事全部パーになりますよ。うん。うん。来年の通常国会のこれが争点になります。うん、この安全保障、経済安全保障、うん、で、おそらく軍事的な安全保障も来年の通常国会かなり進むんですよ、皆さん。うん、で、来年が岸田さんの安保決戦になる可能性が高いんです。安保決戦になる。うん。来年が安保決戦になる。うん、そして同時にそれは憲法改正の、私はですよ、発議に向けて、うん、向けてというか、うん、任期中って言ってるでしょ、はい、で、はい、側近が任期って言ったってもう一期やれば任期先になるとか余計なこと言う側近がいるんだけど、はい、私は岸田さんは、うん、来年の9月までの任期じゃなかったら、うん、これ自分の任期じゃないんだから保証できないじゃん、再選しないから、うん、はいはい、私は岸田さんはそういう点でね、うん、姑息な人じゃない、うん、ああ、なるほどね、そんな親しくないでしょ、だけどうん、嘘つきだったり適当なことを言うタイプでは絶対ないんです、うん、不器用な人で、うん、ただ私は憲法改正について任期中というのは、うん、来年に動きを出す、うん、明確な動きを出す、だから条文の指示の加速はこれから進むと、うん、まあ期待もしているし、私自身がいろいろこう取材といいますか動いている中での感触は
加速すると。そうですか。うん、で、そうなると今よく言われている、まあ、4つのポイント、うん、まあ、自衛隊を置くとかですね、大体そんな方向になりそうなんでしょうかね。うん、自衛隊については、安倍総理がですね、はい、繰り返し、憲法に自衛隊をしっかりと書き込むという言い方をされています。うん、はいはい、で、これはですね、うん、逆に、この線を岸田さんは、この間、うん、はい、国会内で大学生たちのですね、はい、憲法改正を推進する大学生の集会に岸田総理がお出になって、うん、そこでやっぱりきちっと自衛隊を明記する方向で、うん、憲法改正を自分の任期中実現するという表明をしました。そうするとですね、やっぱりこの自衛隊を改出する、うんうんうん、これは岸田政権における憲法改正の、まあ、一つの絶対の基準になると思います。なるほど。まあ、よく言われているのは、まあ、参政党なんかはさらに、ね、憲法9条2項の問題まできちんと根幹から考えて、うん、まあ、本当に日本の国を守るためにはですね、憲法そのものを根本からもう作り直したらいいんじゃないかという議論もありますけれども、まあ、保守系の人も結構そういう方だと思うんですね。これ、そこまではちょっと踏み込まないって感じですかね。これはね、うんうん、やはりもう2段階3段階と、はい、私自身も日本国憲法については、うん、それは、うん、渡辺昭一先生とか、はいはいはい、同志であられた石原慎太郎さんと、はいはいはい、私も同じですよ。あ、そうですか。それはもうね、はいはい、で一から作り直すと、うんうん、っていうのは日本国憲法の、まある意味でね、最大の病根は前文ですよ。そうですね、うん、そう、前文改正するっていうのはさ、それ憲法の精神自体を破棄するのと同じなんだから、うんうんうん、だから前文に病気を持ってるってことは、うん、変えるのが創建は同じです、うん、全く同じ、はい、ただ今憲法改正ってね、松田さん、うんうん、憲法改正っていうのは私よく、まあ、憲法比較的専門じゃないんだけど、うん、大きな意味での憲法論っていうのは私専門なんです、はいはい、そう、憲法制定権力っていう言い方がありますね。つまり憲法というのは、まあ、もともとフランス革命とアメリカ革命で初めて世の中に登場したもので、はいはい、まだ歴史が240年ぐらいしかないんですよ、うんうん、憲法そのものの歴史が、うんうん、で、要するに、まあ、それまでの王権を提唱して、うん、俺が権力者だと、うん、俺が権力者だということを宣言するのが憲法制定なんで、うんうん、憲法を一から制定するというのは、はい、新たなその権力が発生するという状況に等しいわけですよね。で、明治憲法はもちろんですけれども、GHQ という権力が無理やり作ったのが日本国憲法で、もう一度創建になりますと、国民の総意でそれこそ憲法、日本国憲法を廃棄して、っていうか、まあ、新しい憲法に、まあ、どういうその改正手順にするか、うん、まあ、大日本帝国に戻すか、いろいろありますけど、でも、これは、ものすごく大きな、ものすごく求心力のある権力抜きには、難しい。ですから、まず一律化。うん、まあ、まず、一回変え、二回変えるということができたら、うんうんうん、要するに憲法が不満の大点じゃなくなったら、うんうんうん、まあ、憲法変えられると。そう。そこですね。まず一度も国民投票してないのに、まず投票ぐらいさせろよって話ですね。そうですね。うん、それは大きな意義ですよね。うん、なるほど。まあそういった意味で現実を見ながら理想に近づけていくステップと考えるというのが自衛隊を置くというふうに考えればいいと。そうです。いうことですね。はいはい。まあいろんなことが分かりました。やっぱりそばでいつもご覧になっている方の意見を聞かないとですね、見方を聞かないと、実際のことは見えてこないと。まあ、いろんな、ことをお伺いになった方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、これも一つのですね、まあ、側面であるということで、その上でですね、これからの政治のあり方を皆さんも考えていただきたいと思います。今回はどうもありがとうございました。ありがとうございました。